マテプラ。なんとかなったか。へん、もう今回はほんと大変でやんしたよ。感謝してほしいでやんす。キッ、なんや感謝だよ。で、どうなった。これでやんす。おお、テスト受ける。よしよし、完全にテスト期間終わってたでやんす。そこを無理やりあの手この手を使ってるやんすね。はいはい、サンキューサンキュー、感謝してるよ。おいしか、来てこい。これはレッドオリオンズ入団テストの申し込み書。てめえの力がどんなもんか試してこい。え？このチンピラが本当だったら終わってる入団テストをおめえだけ受けれるように交渉してくれたんだ。ありがたく思え。にしししし、苦労したでやんすよ。その後輩のためにもやれるだけのことをやってこい。加納さん、そろそろ時間がなくなってきましたね。分かっております。分かっているとは思えませんね。反対派の市議会議員たちも生きていますし、龍ヶ峰学院も普通に生徒が登校しています。このままでは3年もの時間をかけて進めてきた火事の建設計画が頓挫してしまうわけですが、あなたこの意味わかります？ はい。わかってない、わかってないわ。あなた何千億という金が動くかどうかの瀬戸際なのよ。
ふざけないで。申し訳ございません。明日には確実に龍ヶ峰学院の息の根を止めてみせます。ですからあと一日だけお待ちください。いいでしょう、明日いっぱい待ちます。もしも明日でどうにもならないようでしたら分かってますよね。はい。あなたの命はありません、間違いなく。ではさんぞ、カジトラを。私の顔に傷をつけただけじゃなく、今度は泥まで塗ってくれるとは。大神龍之介と同じ目に合わせてくれる。本物の教師。